正直、あの球場だけは苦手意識が消えないです。今や誰もが認めるスーパースター、大谷翔平選手が漏らしたまさかの一言が大きな話題になっているのをご存知でしょうか。WBC でエース兼チームの主軸打者として、日本代表の世界一達成に貢献した大谷選手。勢いそのままに挑んだ2023年シーズンは44本塁打を放ち、アジア人として史上初のホームラン王を獲得しただけでなく、イチロー氏以来日本人として2人目となる2回目のシルバースラッガー賞などタイトルを次々に獲得した大谷選手ですが、苦手意識を払拭しない限り来年も打てないと思うと本音を吐露したことでファンの間には衝撃が広がっているようです。どうしても苦手な球場が話題に。スポーツには技術や能力の他に対戦相手や場所などの相性が勝敗に影響を及ぼすと言われています。特にメジャーリーグの球場の場合、ボールパークと呼ばれるだけあって、その空間を楽しむため左翼のフェンスが右翼のフェンスに比べて高かったり、右翼が左翼に比べて狭かったりと、さまざまな特徴が打者や投手にとって球場との相性が成績を大きく左右します。エンゼルスの本拠地であるエンゼルスタジアムでは、今季64試合に出場した大谷選手、通算では351試合に出場し、打率2割7分7厘、99本塁打、233打点、OPS は954と、素晴らしい成績を収めています。エンゼルスタジアムは左中間に比べて右中間が狭くなっていますが、ライトフェンスが 5.5 メートルと非常に高く、左のプルヒッターには相性が良くないとされていました。しかし大谷選手が入団した2018年シーズンから、ライトフェンスのホームラン規定が変更され、レフトと同じ 2.4 メートルに変更されたことから、ホームランが出やすい球場と言われるようになりました。それを象徴するように、大谷選手は通算で351試合に出場し、99本のホームランを放っています。これは 3.5 試合に1本のホームラン、1シーズンに換算するとおよそ46本ペースでホームランを量産していることになります。では大谷選手が苦手としている球場はどこなのでしょうか。それはヤンキースの本拠地であるヤンキースタジアムとマリナーズの本拠地である T モバイルパークです。ヤンキースタジアムは右翼が狭く、左打者にとってホームランが出やすいと言われています。確かに大谷選手は過去13試合に出場し4本の本塁打を放っていますが、その反面打率はわずか1割3分とかなり苦手としていることがわかります。またマリナーズの本拠地である T モバイルパークは開閉式の屋根がついているのが特徴で、天候を気にせず調整ができるというメリットがあります。しかしシアトルの湿った気候がボールを飛びにくくし、投手に有利な球場と言われています。その影響もあってか、大谷選手はこれまで31試合に出場し、打率はわずか1割8分4厘、ホームランは6本と精彩を欠いています。米紙 ESPN の取材に対して大谷選手は、気候とか球場の要素とか、球場によって全く変わってきますからね。もちろん好きな球場とか、ここだと調子がいいって感じる球場もあります。そこは地理的な要素よりも大事かなと感じています。と、各球場に対する印象を語っています。そんな大谷選手ですが、苦手とする球場がある一方で得意としている球場はあるのでしょうか。移籍先にも影響していた。大谷選手が最も本塁打を放っているのはホームのエンゼルスタジアムで99本、次いでレンジャーズの本拠地であるグローブライフパークで9本、その次にアストロズのミニッツメイドパークで8本と続きます。また最も高打率を残しているのがドジャースの本拠地であるドジャースタジアムで打率3割5分7厘、同じくロイヤルズのカウフマンスタジアムで3割5分7厘、次いでレイズのトロピカーナフィールドで3割5分6厘となっています。投手としてはヤンキースタジアムを最も苦手としているようです。過去ヤンキースタジアムで2試合に登板している大谷選手は3回3分の3を投げて驚きの11失点を喫しています。投手として得意としているのはやはりエンゼルスタジアム。先発登板した半分以上がホームで、特に2022年は13試合に先発し6勝無敗、防御率は 1.95 の無双状態。2023年も14試合に先発し
6勝3敗、防御率 2.70。 打者としても投手としても大谷選手はエンゼルスタジアムを得意としていることがわかります。得意とする球場がある一方、苦手としている球場があるのは仕方ないかもしれませんが、それは全く問題ないですとばかりにダルビッシュ選手は興味深いことを語っています。18歳の時は時速150キロのボールを投げるのに 80% の力で投げていたのが、筋力の総量を年々上げていくと30歳の頃には 20% くらいで投げられるようになった。つまり年齢を重ねるにつれてパフォーマンスは落ちるのではなく、トレーニングを積むことで燃費が良くなり、むしろ進化し続けるというのです。大谷選手はダルビッシュ選手からのアドバイスをもとに自分の体について徹底的に知り抜き、自分なりのトレーニング法を作り上げ、体を作ってきたと語っています。また WBC でチームメートとなったヤクルトの村上宗隆選手は、間近で見た大谷選手の肉体の大きさ、スイングの速さ、飛距離にショックを受けたとも、未だに進化し続ける大谷選手にとって球場の相性の悪さはさほど問題ではなく、打者に専念する来季はホームラン王はおろか三冠王も期待できそうですね。バーティカルスイングでホームランを量産。大谷選手のホームランの凄さといえば、なんといってもその飛距離。2023年4月2日のアスレチックス戦、敵地オークランドコロシアムで放った今季第1号は約 136.2m を記録。6月30日本拠地で迎えたダイヤモンドバックス戦で放った30号は約 150.3m で自己最長飛距離を更新し、今季最も遠くまで打球を飛ばしたホームランになりました。この30号ホームランが MLB 公式ツイッターで公開されると多くのファンが反応、えぐいコースも結構打ってる、本当にどのゾーンでも打っててすごい、ずっと見ていられる、どこに投げても打たれる感があるからやばい、などその素晴らしい打撃センスを称賛するコメントが相次ぎました。では大谷選手のバッティング技術はどのように進化を遂げたのでしょうか。元プロ野球選手で野球指導者のネレイ・ユージ氏は、具体例として左投手のスライダーを逆方向に 140m 飛ばしたホームランを挙げ、反対方向の本塁打を打ったことでメジャーでも評価されたと語っています。フライを打ち上げる方がよりヒットの確率が上がるというフライボール革命以降、注目されるようになったバーティカルスイングがポイントになっています。このバーティカルスイングはバットを横ではなく縦に出すスイングで、トラウト選手などメジャーリーグでも名だたる強打者が取り入れている打撃スタイル。日本においてはバットを地面と平行にスイングするレベルスイングや、バットを上から振り下ろすダウンスイングがこれまでの主流と言われていました。しかし大谷選手はトラウト選手のアドバイスもあり、バーティカルスイングを取り入れたことでホームランを量産しているというのです。この点についてネレイ氏は次のように解説しています。手が長くてバットも長くてパワーもある選手が縦にバットを出していけば、多少のミスショットでもスタンドまで飛んでいく。普通の選手ならライト前ヒットのところがホームランになってしまう。では大谷選手の最近3年間の本塁打数はどのように推移しているのでしょうか。本塁打王を阻むのはライバル選手だけではない。2023年シーズン44本のホームランを放ち、見事にアジア人として初のタイトルを獲得した大谷選手ですが、直近3年間の本塁打数の推移を見てみると、2021年が46本、2022年が34本、2023年が44本と2022年が減少しているのがわかります。これは2022年シーズンは打球が飛ばないボールが採用されたことが原因とされ、全体的に本塁打数が減少。レギュラーシーズン1試合あたりの1チーム平均本塁打数は2021年の 1.22 本に対して翌年は 1.07 本と 12.3% も減少しています。しかし翌年の2023年シーズンは 1.21 本に回復。つまり大谷選手の本塁打数はメジャーリーグ全体の平均本塁打数と同じように増減していることがわかります。大谷選手の直近3年間の合計本塁打数は124本でメジャーリーグ全体で4位にランクイン。今シーズンはエンゼルスの主力に故障者が相次ぎ、相手チームからも勝負を避けられるシーンが目立つほか、
さらに右肘の故障により135試合の出場にとどまる中で、アメリカンリーグでダントツの本塁打を放ちました。来シーズンは右肘を手術した影響で打者に専念することから、本塁打数をどこまで伸ばすのか、そして2年連続ホームラン王への期待がファンの間に膨らんでいます。ライバルとなりそうな選手は次の3人。2021年から2023年の間に138本塁打を放ち、シーズン最多本塁打記録である62本を放ったヤンキースのアーロン・ジャッジ選手、同じく127本を放ち、今シーズンは54本でナショナルリーグ本塁打王を獲得したブレーブスのマット・オルソン選手、そして123本を放ち、今シーズンは打率1割台ながら40本以上を放つというメジャー史上初めての記録を持つメッツのピート・アロンソ選手。少しも油断できないライバルが立ちはだかるシーズンとなりそうですが、来季は打者に専念するからこそ大谷選手本来の凄まじいスイングを期待できそうですよね。皆さんは来季打者に専念する大谷選手が本塁打記録を更新すると思いますか？また苦手な球場の克服方法として何があるのか、ぜひご意見をコメント欄にお書きください。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。